次に重点項目3、読書活動の拠点の強化と連携について説明します。この項目では図書館が地域の情報拠点としての機能を強化していくこと、またどなたでも来館しやすい図書館となるための取り組み内容を示しています。図書館における取り組みをご紹介します。この写真は移動図書館浜風号です。移動図書館は本棚を取り付けた特別仕様の車に約3000冊の図書を載せて、主に市立図書館から遠い地域を対象に市内21箇所のステーションを巡回し、本の貸し出し返却のほか予約の受付を行っています。この写真は録音図書の制作や対面朗読サービスを行う音訳者に向けて図書館が行っている研修の様子です。図書館では視覚に障害のある方に対して点字、録音図書および大活字本の貸し出しや、音訳者が希望の図書や雑誌を読み上げる対面朗読サービスを行っています。また心身に障害があり図書館への来館が困難な方に対しては、図書や雑誌の配送貸し出しサービスも実施しています。それでは読書活動拠点の中心である図書館の取り組み内容について、中央図書館企画運営課の水野課長に伺ってみましょう。読書活動の拠点としてどのようなことを行っていますか？図書館では蔵書の充実とともに市民の皆様の情報入手や課題解決を支援するレファレンスサービスを積極的に行うなど、地域の情報拠点としての機能強化を図っています。また個人貸し出しとは別に、地区センターなどの市民利用施設や学校に向けてまとまった数の本を貸し出したり、司書によるさまざまな研修や蔵書に関する相談対応などの支援を行っています。次に取り組みの成果をご紹介します。このグラフは市立図書館の団体貸し出し、グループ貸し出し、学校向け貸し出し、それぞれの貸し出し冊数のグラフです。自治会、町内会や地域文庫に最大1000冊、1年間貸し出す団体貸し出しは減少しました。一方、市内で読書に関する活動を行う会員5人以上のグループに最大30冊、30日間貸し出すグループ貸し出しは、さまざまなボランティアグループ、施設に利用が広がり、30年度の貸し出し冊数は対24年度末比で約 156% 増となっています。本計画ではご覧の通り、図書館機能の強化として専門書をはじめとした幅広い資料の収集や、 ICT を活用した取り組みとして電子書籍導入の検討や郷土資料のデジタル化、障害のある方が利用しやすい資料サービスの充実として、録音図書や読み上げに対応した電子書籍の収集、図書館と読書関連施設との連携として連絡会の開催に取り組んでいきます。それでは今後の取り組みについて、中央図書館企画運営課の水野課長に伺ってみましょう。今後、読書活動の拠点の強化と連携についてどのように取り組まれるのでしょうか？専門書の蔵書整備などで質的な向上を図っていきます。また読書講演会や乳幼児健診時でのお話し会など、区役所や市民利用施設、学校とも引き続き連携していきます。身近で利用しやすい図書館サービスを充実するために、移動図書館や駅などの図書取り次ぎポイントを拡充していきます。また、近隣都市との相互利用も進めていきます。民間事業者、大学などと連携して行いたいことやお願いがあれば教えてください。図書館では民間事業者や大学、研究者の方々と協力して横浜ライブラリースクールなどの講演会や講座を開催しています。今後も専門的なセミナーなどコンテンツの充実を図っていきたいです。また図書館資料の充実のため、本の寄付や
横浜サポーター好き付近へのご協力をよろしくお願いします。市立図書館は令和3年度に100周年を迎えます。事業や広報面でも民間事業者や大学の方々と連携していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。